夜の朝の朝の夜のどっちでもまあありえるから、ありえるよね、ありえるよね、うん、土曜日が8時で、はい、日曜日が7時から。なるほど、ね、なるほど、わ、うん、かりました。あ、出発、じゃあ練り歩くのか、練り歩くのがですね、うん、あ、そうか、じゃあ大台棒ちょっと移動させながら、迫力があって、そして僕ちょっと見つけちゃったんですけど、うん、どうした、登ってるね、いるね、上に2人ね、どういうことですか、あれは。ちょっとご説明していただいてもよろしいですね。上に2人、はい、まあ、本来ならもう後ろにも2人、はい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 、4人で演奏します。ちょっと下みこし状態みたいになってますね。あの綺麗な方2人が、はい、上のね、上のですね、看板娘というかね、はい、そうですね、あ、そうなんですね、はい、あれを上からあの長いバチで叩くわけ、下に向かって叩きます。そんな演奏スタイルなんですね。またちょっと難しい感じがするけどね。ちょっと一回だけ叩いてみて。いや、それはできないんだわ、やっぱり。やっぱそれはもう演奏してからのお楽しみなんだわ、それは。どういう音色がするかっていうのね。お前たちの悪いおっさんか、お前は。でもね、優しいからちょっとやってくれようとしたからね。ダメダメダメ、ごめんね、やんなくて今一瞬手動きそうになりましたけど、ぐっと我慢しました今。大丈夫なの、ね、あれですか、そのね、年々多分メンバーは増えてると思うんですけど、はい、もしかしてやりたいって方いたら、これはどうなんでしょう。これはですね、本殿祭りの時に行ってくれれば、はい、随時募集しています。あ、そうですね、募集してるんですね。それと深山太鼓でネットで検索してくれれば、はい、ホームページが出てくるので、ほう、そこで、あの、問い合わせてくれれば、メールかなんかで。そうですね、はいはい、どのぐらい練習するんですか、週に、うん、週にですね、夏場は週3回、はい、あ、週3練習して、うん、で、こういうステージに立てるようになるまでどのぐらいかかるんですか、うん、そうですね、頑張って一月で。お、なるほどなるほど、そうなんですね、手取り足取りを教えて、はい、じゃあ今からでも練習すればなんか秋とか、うん、そのぐらいのなんかイベントなんかには出れるようになるんですね、うん、冬にも一つあるので。あ、なるほどなるほど、もしかそれほど間に合いますよね。間に合います、うん、そうなりました、はい、もう手取り足取り教えていただきますので、はい、気になる方ぜひチェックしてみてください、うん、さあ、それでは僕らの方から曲振りしてもよろしいでしょうか、はい、お願いします、はい、さあ、それではもう一曲演奏していただきましょう、はい、宮本太鼓さんで、続いての曲は深山林です。どうぞ。中山深山太鼓、えいやーさあ、それそれそれ、 それ、 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 それ、
ました。はい。